皆さんこんにちは。今回は日高さよさんをご紹介します。ショートヘアがトレードマークの美少女、日高さよさん。圧倒的美少女で明るい性格の彼女ですが、実は H が大好き。18歳で女優としてデビューする前に、なんと500人といたしてきた強者です。女優としては2年ちょっとしか活躍していませんが、今も根強い人気があります。今回はそんな彼女のデビューから現在までを丸裸にしちゃいますよ。なお、彼女のおすすめの作品は当チャンネルのコミュニティ欄でご紹介しております。よろしかったらそちらもご覧ください。 1. 日高さよさんのプロフィール。生年月日、1975年3月3日。スリーサイズ、86、56、88。1993年に女優デビューした日高さよさん。今ではショートヘアの女優さんも珍しくありませんが、当時はショートヘアは絶対に売れないと言われていた時代です。しかし、彼女のデビュー後はそのジンクスは破れました。まさに世間の女優さんへの価値観を思いっきり変えたと言っても過言ではありません。彼女はショートヘアのイメージでボーイッシュな印象が強いですが、スレンダーで美しい C カップの持ち主でもあります。今では C カップはちっぱいの部類に入ってしまいますが、まだ豊か宗もメジャーではなかった当時は C カップでも大きめという扱いでした。そして大きさだけでなく、上向きの美しい形をしています。ルックスはボーイッシュながらも、美少女ということがはっきりわかる整った顔です。ショートヘアが似合う女の子って、正統派美少女なことが多いですよね。髪型で補正されていないにもかかわらず、美しく見える女の子は本物の美少女です。猫目っぽい気の強そうな瞳も印象的でした。そんな彼女をデビューから遡って詳しく見てみましょう。2. 1993年、女優デビュー。1993年アリスジャパンからデビューした日高さよさん。デビュー作のタイトルは当時大ヒットしたアン・ルイスの曲をパロっています。当時は18歳という若さだったのですが、パッケージの裏には、数百人の男に磨きをかけられたと書いてあり、話題になります。さすがに18歳で数百人は盛りすぎだというのが当時の話題になりました。しかし、実はこれがまんざら嘘でもないらしく、後の雑誌のインタビューでは中学2年生からデビューするまでに500人以上の男といたしたということを告白しているんです。どんなペースでいたしているんだという話ですが、これを裏付けるタレコミもあります。彼女のデビュー前を知る人物からのタレコミだったんですが、なんと、猿と呼ばれていたそうなんです。女優になる前もとにかくいたしまくっていたそうで、
自分で女優になると宣言して東京に出て行ったということでした。女優になったのはスカウトがきっかけだったと語っている日高小夜さん。しかし、実は本人が自分で女優になると志願してのデビューだったんですね。デビュー前は年齢的には高校生ですが、タレコミした人の情報によると高校には行かずいたしまくっていたそう。当時から女優になることは公言していたようなので、年齢的にデビューできるようになるまで遊んでいたのかもしれません。かなりの英知好きで有名だったのか、タレコミ情報も多いです。もちろんそのすべてが真実ということはないでしょうが、かなり信憑性が高いものもあり、猿だったこと自体は本当のようです。500人以上といたしているのが本当であれば、1日1人といたしても1年以上かかってしまいますよね。でも作品で見せる彼女のプレイを見ていたら、それも納得できます。今でも18歳の女の子が女優デビューしてもまだまだ初々しいのが当たり前なのですが、彼女はそれも感じられません。すでに体もかなり開発されているのか、感度も桁外れにいいですし、数多くの男といたしてきたと言われても素直にうなずけてしまいます。プレイで見せる大胆な姿が話題になり、すぐに人気女優として躍り出た日高小夜さん。その活躍は作品だけに止まらず、当時の人気番組、ギルガメッシュナイトにもレギュラー出演。その知名度を格段にアップさせました。タレントとしての素質もあったのか、人気芸能人とも臆することなく絡んでいたようです。3、1995年、女優を引退。美少女女優として確立した人気を誇っていた日高小夜さん。しかし人気絶頂の1995年に突然引退してしまいます。引退作となったのは1995年11月に V&R プランニングからリリースされた危ない放課後新女教師スペシャルでした。この作品では細川忍さんと共演しています。年齢的にも二十歳を超え、これからという時期だったにもかかわらず引退してしまったことで、ファンには大きな衝撃を与えます。引退の理由は分かっていないのですが、一説ではタレントとして活躍したいという願望が生まれたからではないかと言われていました。ギルガメッシュナイトにレギュラー出演していたこともあり、日頃から女優と絡むことより芸能人と絡むことが多かった日高小夜さん。そんな環境に身を置いていることで、芸能人になりたいと思うようになるのはある意味自然なことですよね。こちらもタレコミなので、真偽は定かではありませんが、やらせてくれたら芸能人としてデビューさせてあげる、と言われていたしてしまい、結果何も起きずに落ち込んでいたこともあったそうです。事実彼女は引退後、ダイエーのオリジナルビデオに出演しています。セクシーな内容ですが、
作品と違って絡みはありませんし、女優としての道を模索していたのかもしれません。オリジナルビデオは実写版陰獣学園というシリーズを3作リリースしています。しかし本人の夢が叶うことはなかったのか、タレントとして活躍することはありませんでした。本当かどうかは分かりませんが、たかだか二十歳の女の子に夢をちらつかせていたしてしまうというのはかなり悪どいですよね。これを機に彼女はメディアの世界から姿を消しています。4.1995年、ストリッパーとして活躍。女優を引退した日高さよさん、芸能界への夢も破れた彼女はストリッパーとして舞台に立っていました。実は女優デビューした翌年にはストリッパーとしてもデビューしていて、引退後もその活動は続ける形となりました。1995年頃には大きな劇場でもメインを張るようになり、かなり人気のストリッパーとして活躍しています。ストリップ劇場としては有名な浅草ロック座でも1996年にメインを張って公演しています。女優としても人気の高かった彼女ですが、ストリッパーとしてもかなり人気があり、多くのファンがついていたようです。ボーイッシュな印象はなく、世の中にこんな美しい人がいるんだとコメントしている人もいるほどです。パフォーマンスの質も高かったそうで、ただ若くて綺麗な女の子が裸になっているというのとはわけが違い、一つのショーとして満足度が高いものだったと言われています。かなりのファンがいたようなのですが、ストリッパーも1996年頃に引退してしまっています。女優も3年目で引退していますが、もしかしたら飽きやすい性格なのかもしれません。彼女は素材も中身もこういった業種に向いているタイプだと思いますから、完全に表舞台から去ってしまったのは残念でありません。 5.2003年、ホームページを開設。ストリッパーを引退して7年経った2003年頃、日高さよさんは突然自分のホームページを立ち上げます。ホームページの名前はほぼ日刊日高さやというタイトルです。何を目的として立ち上げたのかは分かっていないのですが、今までの経歴やブログがあり、日々の内容を綴っていました。しかしこのホームページは若干2ヶ月くらいしか稼働していなかったらしく、ここでも彼女の飽き性が出てしまった感があります。ページを更新していた頃はパンツ売りますとかオフ会の開催を告知していたようです。なんだかお金に困って始めた可能性が高そうですよね。サイト自体は閉鎖されており、閲覧はできませんが、見ていた人の情報をまとめます。このサイトの中で苗日というブログをしているので、少しだけ当時の彼女の様子がわかります。写真なども残っていますが、やっぱり顔立ちは綺麗だったそうです。
ライブチャットなどもしていたので、そういう仕事でお金を稼いで生活していたようです。ただ女優として復活することはありえないとも綴っているので、今までの経験を生かしてお金を稼ぐ方法を模索していたのでしょう。そしてこのほぼ日刊日高さやのブログの中で旦那に関する情報も出てきたそうです。どうやらこのサイトを立ち上げた時点ですでに結婚していたようですね。人妻がパンツを売るというのもぶっ飛んでいますが、もともと彼女は大胆な性格だったので、そのあたりは気にならなかったのかもしれません。また旦那だけでなく家族という言葉も出ているのですが、どうやら子供もいるようです。これはネット掲示板への垂れ込みですが、引退してからこのホームページを立ち上げるまでの間に結婚して2人の子供を出産していたといいます。引退後もこうやって顔出ししているので、目撃情報もそこそこ上がっていました。旦那さんはこうやってサイトを立ち上げたりライブチャットをしてお金を稼いでいることを知っていたのでしょうか。知っているんだとすれば、なかなか理解がありますよね。イベントではほぼ裸の状態になっていたこともあるようで、しっかりブログにアップされていたそうです。またこの頃は夜のお仕事もしていたようで、銀座のクラブで働いていたこともわかっています。自殺疑惑も出たのですが、それは本人がブログの中で、精神科に入院したということを書いていたからです。突然ブログは更新されなくなったのですが、入院したことが大きな原因なのかもしれませんね。このホームページを閉鎖してしまってからは彼女の情報というのは出てきていません。6まとめ。18歳までに500人もの男といたした経験を生かし、ドエッチなプレイを連発してきた日高さよさん。当時のモザイクが荒いのが本当に残念です。本人は復帰はないと語っていましたが、エッチ好きなのは今も変わっていないでしょうから、できれば熟女女優として復帰してほしいですよね。今回の動画は以上になります。今後の励みになりますので、面白かったと思われる人はいいねボタンを、他の女優さんを知りたいと思われる人はコメントとチャンネル登録をお願いいたします。最後までご視聴くださり、ありがとうございました。